古谷三都市古谷三都市は、日本の漫画家。満州の宝天生まれ、茨城県鹿島郡上須町出身。うんちくを多く含んだ漫画を得意とする。長男であるが、父親が満州に渡って3年目に生まれたため、三都市と名付けられた。父親は、宝天の千日中店通りで、割烹寿司店を経営。田中絹代や双葉山も来店するような名店だったが、 賭博好きが講じて摘発され、一週間拘留されたことで寿司ネタがすべて腐ってしまい、北京の六条風鈍に引っ越す。父親はさらに北大河の陸軍病院の炊事係になった。三つ都市は新高等の小学校へは片道5時間、後にできた文庫までも2時間かかって通った。1955年、19歳の時にみかんの花咲く丘でデビュー。 1958年に手塚治虫のアシスタントになり、1961年に一度独立して月刊、少女等に連載を持つ。1963年に編集者の推薦により赤塚不二雄のアシスタントになる。赤塚とは年齢が一切しか違わないこともあり、指定というよりは親友、相棒という関係に近かった。1965年に 赤塚不雄が設立した、不二プロダクションに参加。不二プロ在籍時代は、アイディアスタッフのメインとして、おそ松くん、天才、バカボーンなど、赤塚作品に多く関わっていたほか、並行して、少女史を中心に自作も手掛け、1970年から、週刊少年サンデーに連載した、ダメ親父のヒットで、少年史向けギャグ漫画家として人気を博し、同作で、 第24回小学館漫画賞を受賞した。当時は、藤尾プロの大黒柱とまで呼ばれた。その後、藤尾プロから独立し、1974年9月に、賀谷刑事と共に、ファミリー企画を設立。以後は、青年史を中心に活動を続け、うんちこを交え、サラリーマンのユーモラスな日常生活を描いた、原点パパを、はじめ、 酒の世界と人間ドラマを織り込んだバーレモンハート落語と話しかの人生を描いた寄せ芸人伝など数多くの作品を世に送り出している。1975年から2020年まで毎日新聞日曜クラブにてぐーたらママを連載し45年の長期連載を達成した。漫画家以外の活動では日本テレビおはよう子供省内で イラスト講座を担当したことがある。大泉学園駅にて漫画と同盟のバーレモンハートを経営している。阿佐ヶ谷でもビアバーレモンハートを経営し孫が務めていたが閉店。その孫は現在バーレモンハートのチーフバーテンダーとなっており、かつて鳥はすさとくれないの名前でゴールデンボンバーにドラムとして所属していたこともある。ありがとうございます。